まあ、とにかく、打点を上げれるように一生懸命入っているのと、3番バッターのね、ビッグヘッドモンスターがしょっちゅう回してくるんでね、まあ、やつのためにも打ちました。やはり鈴木さん、一人で打ってるんじゃなくて目の前におられるその方というのが相当こう自分の中でハートに火をつけてくれてるんでしょうかね。そうですね、やっぱりほとんど得点圏の場面で回ってくることがたくさん多いので、まあ、とにかく、打点を上げれるように、はい、やってます。そしてチーム全体としましても、すみません、こんなにカメラの向かないヒーローインタビューってなかなかないと思うんですけれども、チームみんながヒーローということでチームのムードいかがですか。いや、もうベンチの中も、すごいいい雰囲気ですし、こうやってお客さんもたくさん来て、たくさん応援してくださるので、本当にこうやって勝てて本当に今日は嬉しいです。そして今日、観客動員入場者数マツダスタジアム100万人突破ということで、ファンの皆さんにいかがでしょうか。でも本当毎年毎年、たくさんの方が、ね、応援してくださるので、こうやってチーム状況もどんどん良くなってますし、これからもたくさん、応援よろしくお願いします。では鈴木さん、最後にたくさん集まってくださったカープファンと、あちらカメラの横におられる一人の方に向かってですね、最後一言お願いしたいと思います。そうですね、いつも、遅くまで、応援ありがとうございます。今日だけじゃなく、また見に来てください。僕たちもね、優勝できるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは鈴木誠也選手でした。鈴木さん、相手もやっぱり反射神経大したもんですね。そうですね、今のは多分口が臭すぎて息で多分こう逃げましたね、水がやられましたね。また次の機会、ありがとうございました。今日のヒーローは鈴木誠也選手でした。本日のヒーロー鈴木選手には株式会社泉より泉商品券がヒーロー賞として贈られます。